大分合同新聞社代表取締役社長の長野圭一よりご挨拶申し上げます皆さんこんにちは昨夜の応援疲れが残ってませんでしょうかなんだか疲れちゃいましたけど気を取り直して参りたいと思いますよろしくお願いいたします私今紹介ありましたように大分合同新聞社の社長をやっております長野と申しますどうぞよろしくお願いいたします 当事業の主催をやっておりますので当事業の、まあ、趣旨を中心にですねご挨拶申し上げたいというふうに思いますこの未来デザイン宣言ハピカムというのは毎回県内の地域づくりに関するテーマを設けまして若手リーダーたちとともに 議論を展開していっていますこれまでに移住ものづくり学びというテーマで取り上げてまいりましたどの会におきましても非常に厚く大分県の未来に希望が持てる内容だったと感じています過去のハピカムの模様は私どもの大分合同新聞 紙面上でお伝えしてまいりましたがウェブサイト上でもいまだに載せていますのでぜひそのアー,カブアーカイブをですね、えー、チェックしていただけたら幸いでございますさて今回のテーマは「スポーツは地域を沸かす」でございます今年は ラグビーのワールドカップやサッカーの J1 リーグの試合が県内で観戦できますまた東京オリンピック・パラリンピックを来年に控えてございましてスポーツに対する県民の関心が非常に高まっていくんだろうなと思っています しかしながらスポーツの魅力というのはトップアスリートを目指したり観戦して楽しむということだけではないはずです。この大分は障害者スポーツのメッカでありますしスポーツを通じた人づくり地域づくりこれらが 盛んに行われている地域でもあります本日は未来の地域づくりへスポーツのもたらす可能性やまたその課題について会場の皆さんのみならず紙面を通じまして県民の皆さんとも共有していきたいと思います本日はアドバイザーとして 東京2020組織委員会でご活躍中の天野遥さんをお迎えしまして、さらに県内の各地からもスポーツをベースにご活躍されている方々にご出演をいただきます。そして、コーディネーターは私ども新聞社の首藤精一編集員が務めます。首都一編集員はこれまでに 子ども新聞合同ジュニア編集長や新聞を教育現場で活用するニュースペーパー・イン・エデュケーションという運動がございますがこの NIE 事業の推進などに携わり前回のハピカムでございました地域で育む学びの力編でもコーディネーターを務めましたまた本事業の 取材やレポートには若手記者たちも積極的に関わっています以上のようにハピカムというものはですね私ども大田合同新聞社にとって皆様との交流を通じて非常に重要な人材育成の場ともなっております私ども大田合同新聞社は 大分県を豊かににといいうのを謝罪に掲げていますそして企業理念としてはとことん地域密着というのを設定していますこのハッピーカムという事業はしわ幸せが訪れるハッピーがカムするという願いを込めてハッピーカムと名付けています本日は大分のスポーツの聖地といっても過言ではない 大銀ドームにお集まりいただきましたこの会場のエネルギーも力にいたしまして本音の熱い議論が展開されることを期待しております皆さん一人一人の未来への行動宣言を導き出すことで地域に幸せが訪れるきっかけとなれば嬉しい限りでございます最後に なりますけれど私ど,も私どもとともに地域の未来を応援していただく大分銀行様日本タバコ産業大分支店様のご協賛各社様にも深く感謝申し上げ挨拶といたしますどうぞよろしくお願いいたします